で皆さんこんばんは、リカことノアです。リカコライフ始まります。はい、ということで今夜のリカコライフはユニクロアップデート、足りないものを買い足しましたを紹介したいと思います。だから今日はファッションだね。ファッション、久しぶりのファッションです。ではね、楽しみに。ということで今日はユニクロに行ってきた。仕事の帰りにパパって急いで行ってきて、意外に空いてたし、本当に短時間でパッて買い物をすれば、まあ、安全だなっていうふうに思いました。経済を止めるよりは、まあ、必要なものを急いでパッと空いてる時間帯に買いに行くっていうのも大事かなっていうふうに改めて思いました。ということで今日は急いでユニクロ2つ買いました。なんか最近さ、気候の変化が激しいじゃない。で、結構もうあったかい感じでいいかなと思いきや、1月2月が実は一番寒くて、ちょっとね、足りないものを買い足そうという感じの今日は買い物。そしてユニクロで私は何が好きかっていうと、今日着てるこのセーターもユニクロなんだけど、カシミヤのセーターなんだよ。カシミヤのセーターが他のところで買うと10,000円なんだけど、今日ね、見ててパッとこれ見たら安くなってて5000円台だったの。だから最後の今年のカシミヤのセーターの買い物だと思ってゲットしました。で、グレーで、これは L。 あのね、サイズ SML ってあるんだけど、なんかこう大きめでラフに、おうち時間増えてるから、なんかあんまりタイトなものよりラフなのがいいなと思って、 L のグレーと、もう一色ちょっとなんか打ち合わせ行ったり仕事の時に必要な白、これは M にしたの。これはなんかね、なんで M にしたかっていうと、下ね、なんかこうスカート履いたりとか、結構ハイウエストのパンツとか履いた時にサイズが大きいセーターよりもちょっとね、ちっちゃめがいいかな。かといって S はちょっとピタッとしすぎだからと思って今回 M にしました。同じ値段5000円台でカシミヤのセーターがゲットできるっていうのは本当にユニクロのすごいところ。私は最近ここ数年ユニクロで本当にカシミヤのセーターを毎年アップデートしてるのね。で、今年最後のカシミヤのセーターを2枚ゲットしました。ヒュー。そして今年最後の冬の買い物、カシミヤのセーターに続くダウン。これね、ダウンベストなんだけど、メンズの S なのよ。ウルトラライトダウンのメンズの S。 これ3990円だった。すごい安いよね。これなんで買ったかっていうと、こういう風に家にいる時とか、ちょっとお家でお仕事する時に肩周りが寒いのよ。そうした時に、なんかこうやってカシミヤのセーターと重ねて、もうダウンを着ると、バッチリあったかいぞと。そして、これから春先まで使えるじゃん。これ外行く時にもちろんみんなもやってると思うけど、アウターを上に着ても、これだけ薄くてあったかいから、全然ガサつかないし、いい感じなんで、最後の冬の買い物として、このダウンベスト、3990円。お買い上げいたしました。続いてね、この、実は今履いてるこのパンツ、これメンズの S なんだけど、すごいあったか素材なの。裏がね、モコモコの起毛なのよ。だから本当にあったかくて、これね、1ヶ月ぐらい前に買って、すっごい気に入って、今日ね、あったらもう1本欲しいと思ったら、もうサイズが L とか M ギリギリあるんだけど、M でもやっぱりメンズだから大きいのよ。で、色も黒か紺かこの色かベージュがあったんだけど、紺は欲しかったんだけど、サイズが合わなかったんで、やめたんだけど、これと同じようなタイプのメンズの、裏は起毛じゃないんだけど、風を通さないパンツがあったのよ。ナイロンギアパンツだって、S。はい。2990円。これ、多分ね、私が今履いてるのと同じようなシルエットなんだけど、ちょっと薄手。でもほら、お家のさ、お外のさ、お掃除とかさ、犬の散歩とかするときに、すごいこれ便利なのね。だから、あえてメンズの S を、今履いてるパンツもそうなんだけど、これも合わせてメンズの S と買いました。
本当はこれの色違いを欲しくてよーく吟味したんだけどなかったってことで、でもこれもこれもほら裏起毛じゃないから言うてみれば夏の手前まで履けるなと思って買いました。はい、そしてこれもね買うつもりないのにいつもジーンズ買っちゃうんだよ。これみんな知ってると思うんだけどスリムストレートハイライズジーンズ、これねこの色はもう本当に生のデニムの色でハイライズだからウエストまで来るわけで、私普段24インチを履いてるんだけどあえてちょっと家で履く機会が多いから25にしたので、これのいいところって丈が 63.5、確かね24インチだと61センチなのよ、あの丈が。でも25にすることによって丈の長さが長くなるから私みたいに身長が高い人にはぴったりなんだよね。なのでこれ結構下までいつもあのちょっと裾が足りないっていう感じになっちゃうんだけど、ほら私さ身長が大きいし自分で言うのもなんなんだけどちょっと足が長めなんだよ。だから日本のなんかこういうねユニクロとかだと丈が合わないとかってなるんだけど、最近はこのシリーズは結構丈がそういう風に長くなってるからすごいラッキーですということであえて25にしました。すんごい試着したけど柔らかくて履きやすくていい感じなのでゲットしちゃいました。そして部屋着っていうか靴下、靴下ね、私ねこのシリーズが好きなの、もこもこちゃん。しかも見てスヌーピーなんだよ、私ねスヌーピー大好きなので、この2色買いました。で今日私履いてるスリッパもこの間ユニクロで買ったんだけどスヌーピーなので、これが可愛くて可愛くて今日は思わず靴下を買ったのと、普段用の、まだまだ寒いから私足元冷やすのがすごい嫌で冬はヒートテックのソックスを履いてます、黒ね。それと白グレー黒定番、これはもう本当にソックスはヒートテックで冬は過ごしてます。この袋はこれで終わりね。でこっちはねこれねすっごい初めて買ったんだけど、ウルトラストレッチメンズ用のスウェットの上下なの。私これ寝巻きに使おうと思って今日買ってみたんだけど、上下でねすごい安かったんだよな、これ2990円なんだよ上下で。で、すごいストレッチ素材だからわかる、この伸びで、すごい着心地がいいの。でさ、夜私さ寝汗かいちゃうんだよね結構、寝る前までは寒いのに寝ると暑くなっちゃって、だからこれぐらい薄い素材がちょうどよくて、上下で買ってみました。で初めてだからこれで実際寝てみたりしてよかったらまた買いに行こうかな、これだったら春先まで買えるなと思ったんで今日はグレー一色にしてみました。パンツもなかなか良さそうですこれ。はい、それとですねおパンツ買いました。おパンツショーツジャストウエストって言って結構大きめの形なんだけどウエストまで来て、この私ね L にしてるので、夜寝る時の私の下着のポリシーはコットン、やっぱり昼間ナイロンとかシルクとかを履いてるからなんか夜はコットンですごい肌を休ませたい、しかもギュッと締め付けられたくないんでブカブカで L を履いております。でお腹まで来る、お腹があったかくなるタイプのこれ超おすすめ、ジャストウエスト、ウエストがレースで可愛いのなので、これを2つと、まあ、キャミソール、私ねキャミソールもユニクロの大ファンでこのねコットンシリーズが好きなの。もう何でもないこのタイプを夜このショーツと合わせて上にタンクトップを着て長いのよ、これも L 着てるんだけどお腹が隠れる、もうさお腹を冷やしたくないからパンツとタンクトップは L で大きめでコットンにこだわっております。これを上下で夜はルフラ上がりに着てですね、でさっきのスウェットを着てちょっと寝るバージョン的な、私さ結構パジャマ派よりもスウェット派なの夜寝るとき、そして夜の下着はコットンにこだわってますということで、今日の買い物は
終了。ちょっと足りないものを買い足ししに行ってきました。いつもよりちょっとカシミヤを今日2枚ゲットしちゃったからちょっと高かったけど、それ以外はすごいリーズナブルなお買い物で満足いたしました。あ、それとね、今年の冬超おすすめだったの、もうほとんど売り切れなんだけど、このねヒートテックのスーパーストレッチスキニージーンズっていう名前だったっけな、この裏肝のさ、やっぱりそうだ、ウルトラストレッチハイライズジーンズだって。それのこれは24インチなのね。で、その1個前に買ったやつっていうのが25のブラックだったわけ。このブラックも裏肝で超あったかいのね。で、この時25でちょっとブカッとして履こうと思って履いたら、履いてるうちにだんだん伸びてきちゃって、ちょっと大きかったかなって感じたんで、そこから1ヶ月後ぐらいにこっちの普通のデニムを1枚ゲットして、これは24にしました。そしたらね、やっぱ24が正解だった。で、この冬の一押しアイテムがこれだった。このヒートテック、スーパーストレッチジーンズ。もうね、ほとんど売り切れでないと思うんだ。今日も見たけど、ほとんどサイズがなかった。で、この2つと、今日履いてるこのメンズの、やっぱり裏肝のヒートテックイージーパンツ。メンズ用。これは S だ。これももう売り切れだから、教えたところでみんな買いに行けないかもしれないけど、一応、今年の冬の一番一押しのアイテムがこの3つだったのね。と、次男、レンに言われて、その時にゲットした。これ、これね、1枚いくらだったっけな。ファーフリース、ジップジャケット、1290円だよ。この時ね、レンが先に黒買ってきて、すっごいいいよって聞いて、私とミキの付け足して買っても、3000円いかなかったっていう。こんな感じ。で、これメンズだから大きいんだけど、ちょうどいいのよ。これで私はなんか、ね、ノア君たちの散歩に行ったり、このあったかパンツと、このフリースでね、ノアね、散歩行ってるよね。これもすごい、一押し。もうこれ一回着たら、他の着れないっていうぐらい、軽くてあったかくて、1290円ってどういうこと?みたいな。そんな感じでした。ということで、今日は、ユニクロの前から気に入ってる冬の一押しアイテムと今日アップデートした品々をご紹介いたしました。ということで、まあ、ちょくちょくこのアイテムは今後私がちょっとお家で何かしてる時に出てくると思うんですけど、そういう時は皆さんにこれこの間のユニクロだよというのをお知らせしたいと思います。ということで、今年の冬のユニクロのお買い物はもうこれで終了。次の買い物は春物を、新しいものをゲットしてちょっとコーディネートなんかしてみようかなと思います。ということで、みんなもユニクロ大好きだと思うけど、私も家で着るものは結構ユニクロが多いし中心なんだよね。みんなが大好きユニクロ、私も大好きです。ということで、今日は終わりにしたいと思います。じゃあね、またすぐね、終わるよ、のあくん、バイバイって、バイバイバイって、またね、ぐーちゃん、寝にしないで、バイバイ。眠いよ。おや、早く。ぐーちゃん、眠い。早く来て。ぐーちゃん、早く来て。バイバイしよう、みんなに。これ、いい子に寝てたんだ、ぐーちゃんね。うん、ちょっと、ちょっと喧嘩したけど、喧嘩しないよ。いや、みんなにバイバイ。トリミング行ってきたから、いい匂いするね。じゃあねー。おやすみ。おもた見えちゃった。バイバイって、ぐーちゃん、あっちだよ。バイバーイ。またねー。